バストーニュの戦いとは、バルジの戦いの最中、ベルギーの町バストーニュで行われた戦いである。ドイツ軍の攻撃目標は、アントワープの港であり、バルジの戦い初期、ドイツ軍の奇襲に混乱していた、連合軍が軍を立て直してしまうことや、圧倒的優勢な連合軍空軍の攻撃が、開始される前に、交通の要所、バストーニュを占領しなければならず、ベルギー東部において、 ドイツ装甲部隊は攻撃を強化した。バストーニュにはアルデンヌ山地を巡る7本の道が合流しており、その交差点はドイツ軍の進撃に必要であった。戦いは1944年12月中旬から1945年1月まで行われた。1944年6月、連合軍はノルマンディ上陸作戦に成功後、パリを解放し、 ドイツ軍を東へと追いやっていた。そのため、連合軍は、北はオランダのネーメイ編、南は衛星中立国スイスまで進出した。その進撃の最中、両校を持つアントワープを占領し、秋にはアーヘンへ進出、ドイツ国境をついに越えた。そのため、ドイツ総統アドルフ・ヒトラーはベルギーにおいて、連合軍を押し返すことを計画した。それは、 総勢55個手段で奇襲を行い、マース川を渡り、アントワープを奪還するものであった。ゲルト・フォン・ルントシテットとバルター・モーデルを含む、西部戦線の司令官。一方、連合軍は、アルデンヌの地形が、ドイツ軍の大規模反撃に不向きであると考えていた。また、ありと、あらゆる情報が、アルデンヌに配置されている、ドイツ軍部隊が疲弊していることを示しており、 連合軍首脳はドイツ軍による大規模反抗作戦が発動されるとは考えておらず、バストーニュ近辺のドイツ軍は不評師団のみで戦闘も小規模で済むと考え、7月22日から11月19日まで連戦していたアメリカ第28不評師団が比較的平穏と思われたバストーニュに配置された。第5総甲軍司令官、 ハッソフォンマントイフェルは大ザルビー総甲軍団にナミュール近郊でマース川を渡りバストーニを占領するよう命令した。そこでリュートビッツは第26国民的弾兵士団第2戦車士団が戦闘、総甲共同士団が後衛とし3個士団で 11km 幅の正面を突破する計画とした。これに対する連合軍はアメリカ第110。 不評連隊の日個大隊でウール川沿い1 4キロメートルの防衛を行っていた。しかし、部隊は集落ごとの小さな、そして、部隊は防衛線の長さに対して戦力が足りないため、ウール川を渡る4本の道に戦力を集中させた。しかし、戦闘開始前、豪雨に見舞われたため、バス島にへ部隊が向かうことができる道はたった1本になっており、それは、 ダズバーグでウール川を渡る最も北にある道であった。第26国民的団兵士団が仮設橋を架ける間に、第2走行士団はこの道を使用して川を渡るよう命令された。リュトビッツは道路モードにおけるバス島にの重要性を理解していた。そして彼は部隊が遠い西方へ向かうためには、この都市を占領しなければならないことも理解していた。そして、 リュトビッツはそれを実行するために、配下の部隊がクレルブ側を横断するとすぐに、装甲共同士団にバス投入へ急行するよう命令した。12月15日夕方、第26国民的弾兵士団は、ウールガー西岸の堤防に進出した。午前3時、後兵は、将兵と機材を輸送し出したが、そこは、アメリカ軍が駐屯している地域に近かった。午前5時半、 不評連隊が進出したため、電話線を切断、砲兵部隊がアメリカ軍陣地を砲撃し始めた。ドイツ軍は素早く攻撃、圧倒的戦力でムラムラで勝ちを収めたが、ワイラーではアメリカ軍の若干の迫撃砲と対戦車砲小隊が踏ん張り、アメリカ軍の中隊はドイツ軍の度重なる攻撃を夕方まで耐えた。ドイツ軍工兵は、 夕暮れまでにウール側に佳境を終了、走行部隊が戦線へ移動を開始、ドイツ軍の戦力は飛躍的に増加した。しかし、ドイツ軍はアメリカ軍に足止めされ、すでに計画は遅れを見せた。計画では、初日の夕方までにクラーフ側を渡る予定であった。12月19日、アメリカ軍第28不評師団司令部は南東の村、ウィルズからバス島に移動した。 そして、ウィルツで最後の抵抗を行い、配下の第110連隊の第3大隊は、その日の正午頃、バストーニュに到着した。アメリカ軍第44工兵大隊は、バストーニュ北方に配置されたが、ドイツ軍の攻撃でバストーニュに退却、その際、橋を爆破した。この部隊には500名しかいなかったが、夕方まで持ちこたえたが、ドイツ軍の攻勢の前に、 西へ撤退した。第110不評連隊は撃破され、残存兵はバストーニを防衛することになった。ドイツ軍の攻勢が始まる数週間前、いろいろな情報があったにもかかわらず、ドイツ軍の奇襲は成功していた。戦闘が開始して2日目にはアメリカ第28、不評師団は崩壊の危機に瀕していた。アメリカ大英と軍団司令官は予備戦力である、 第10機構士団の B 戦闘団を支援に回した。一方、ドワイト D ・アイゼンハワーも連合軍最高司令部の予備戦力を投入することを命令。投入される部隊はランスに駐屯していたアメリカ第82空挺士団と第101空挺士団から形成された。彼ら空挺部隊はノルマンディ上陸作戦で優秀な結果を残した経験豊富な部隊であり、 オランダでの戦闘後、2ヶ月間の再編成期間中であった。両師団は12月17日夕方、待機体制を取り、救援のためにトラックを手配し始めた。より長い再編成期間を経て、装備も充実していた第82空挺師団が、先発し、そして第101空挺師団は12月18日午後、駐屯地ムルムロンを出発した。輸送隊列は夜でなおかつ、 みぞれまじりの霧雨の中、空爆の恐れがあるにもかかわらず、急ぐためにヘッドライトを点灯して走行した。そして、一部部隊は一度、ランスへ戻ってから、ベルギーのブイヨンへ移動した。第82空挺士団がウェルボモンへ向かうドイツ軍のパイパー戦闘団を食い止めるために、北方へ移動している間、第101空挺士団は、バストーニュに向かった。 アメリカ第705戦車区地区大隊は、バストーニュ北方約 100km 地点にいたが、18日、走行戦力がない第101空挺次第を援護するよう命令され、翌晩遅くに到着した。第501パラシュート連隊の先遣隊は12月19日深夜、バスト島に西 6.5km の集合地区に到着、翌9時、連隊全体が到着した。 第101空挺師団師団長代理、アンソニー・マコーリフは状況を確認するために、午前6時、第501パラシュート連隊を東へ向かわせた。午前9時、部隊は道路両側へ展開した。そこでは、ドイツ軍装甲共同師団が、アメリカ軍の不評、駆逐戦車のチームを撃破するために一日中、攻撃を仕掛けていた。第506パラシュート連隊も後に続き、 バストーニュ北部ののビルで第一大隊が防御戦を行い残り2個大隊は予備とされた。第501パラシュート連隊はシャンプからレコンまでの線を確立するために北北西へ移動した。一方、ドイツ軍の意図が推測できるまで新たに到着した第327クライダー連隊はバストーニュ西の防衛を任された。ラインの守り作戦12月19。 20日、第506パラシュート連隊第1大隊は、チームデソブリーを支援するよう命令された。また、第10機構士団から、大体規模の戦車不評混合タスクフォースを形成、バス島入北東4、36km にあるノビルを、防衛するよう命令された。第705駆逐戦車大隊の4両の M18、駆逐戦車と共に、空挺兵は移動中に、 ドイツ第2装甲手段を占領するために、第2進撃路を進行していたを攻撃。ドイツ軍の反撃は、燃料の不足のために失敗した。そして、アメリカ軍は、バス島に左側面の脅威となり得るため、のビルを確保するために混合部隊を編成した。この時、ドイツ軍を出し抜くためのチームデソブリーの移動は、M18 の伝説的最高速度。 時速8 9トルに達したと文書に残されている。第1大隊と第705駆逐戦車大隊の M18 による攻撃はドイツ軍に少なくとも戦車30両、将兵500から1000人の損害を与えた。歴史家は M18 が数量のティーガー I10 戦車を含む24両を撃破したと信じており、それは M18 がその性能を駆使して、 ヒットウェイ先方で入れ替わり立ち替わり攻撃したため戦車が何両も存在するとドイツ軍は疑い攻撃を鈍らせることとなり一晩中町をアメリカ軍が抑えた第三大隊はバストーニュ北部の大気位置から南の方位を抑え第一大隊へのドイツ軍の圧力を緩めるよう命令されたドイツ軍は村で大戦力が待ち構えていると考え そこから生じる損害を考えると攻撃に躊躇した。そしてドイツ軍は前進を一旦止めてバストーニュの南 CG の攻撃に有利な地点を探し時間を無駄に消費するという戦略的間違いを犯した。この判断が第101空挺師団にバストーニュの守りを強化する時間を与えることとなった。二日後、ドイツ第二走行師団はマース川へ向かう。 当初の計画を続けることとなった。しかし、バストーニュにおいて、第101空挺師団を排除することを最後まで行わなかった結果として、ドイツ第2装甲師団はセルで燃料切れを起こし、アメリカ第2機構師団、イギリス第29機構旅団によって撃破された。第1大隊が伸びるから出た20日、フォイの村落からバストーニ入までの、第3大隊が防衛していた、途中の道が奪われ、 第一大隊はフォイへの道を戦わなければならなかった。第一大隊がアメリカ軍防衛戦に到着する頃には約600名の将兵のうち14人の将校と199の兵を失っており、その後次第予備とされた。チームでソブリーが第三大隊の防衛戦を抜けた時4分の1の兵士を失い、戦車は4両しか残っていなかった。 第101空挺師団は、ドイツ第2走行師団対策に、第503パラシュート連隊を北部に、伸ビル防衛に、第506パラシュート連隊、東方向を第501パラシュート連隊、南周辺に沿って、南東のマービから、西の地、バス島ュ西側は、初日に吸収され、医療中隊が、かなりの損害を受けており、師団の支援部門の多数の隊員が、 防衛線を補強する部隊として配置された。ドイツ軍に対する地帯戦闘で、かなりの損害を被っていた第10機攻師団、B 戦闘団の、チームデソブリー、チームチェリー、チームオハラは、合わせて40両の軽戦車と中戦車で、引消し部隊を編成した。バス投入にあった第969、野戦砲兵大隊、オールブラックを含む3個の砲兵大隊は一時的に統合され、 臨辺砲兵軍を形成した。各大隊は、それぞれ12門の 155mm 榴弾砲を保有しており、弾薬が限られている中、師団陣地全域に強力な火力を提供した。B 戦闘団の指揮官、ロバーツ大佐は、そう崩れして配送していた、アメリカ第8軍団の落語兵600名以上を集めて、間に合わせのチームスナフを形成させた。北方向。 東方向へのアメリカ軍による激しい防衛戦の結果、ドイツ大ザルビー総攻軍団司令官リュトビッツはバストーニュを包囲して南方向、南西方向から攻撃することを決定12月20日から21日の夜に開始した。ドイツ総攻偵察隊による攻撃はアメリカ軍の雑多な部隊に止められるまでにバストーニュ南西の砲兵陣地を超えており最初の成功を得た。 本来ならば大多数の部隊で包囲するべきなのだが、第ザルビー装甲軍団配下の2個装甲師団は、バストーニュを包囲するための攻撃を行った後の22日、本来の任務であるマース川方面への進出へ向かった。ただし、第26国民的弾兵士団によるアメリカ軍が防衛するバストーニュ中心の交差点への攻撃を支援するために1個連隊を置いていった。 第ザルビー装甲軍団は、バストーニュの南と西の防御を確認するために、強行偵察を行ったが、そこは、パラシュート連隊と支援部隊によって撃退された。アメリカ軍は砲火を、各々の部隊の攻撃のために、効率的に移し、また、装甲部隊も移動させた。第26国民的眼兵士団は、その翌日のクリスマスイブ、大規模攻撃のために、 第15走行的弾兵士団から1個、走行的弾兵連隊を借り受けた。第26国民的弾兵士団はすでに消耗しており、第ザルビー走行軍団は、バストーニにの全体で個々の攻撃を行うよりも、西部での攻撃に集中させた。不評大隊と戦車18両による攻撃は、第327グライダー連隊第3大隊の防衛線を突破。 大替指揮所まで進撃した。しかし、第327グライダー連隊は死守、後に続こうとしたドイツ軍を撃退し、92人の捕虜を得た。2手に分かれて侵入に成功したドイツ軍装甲部隊は、パトリックカイ・キャシディ中佐式の第502パラシュート連隊第1大隊の2個中隊と第705駆逐戦車大隊の駆逐戦車4両に撃破された。 バストーニュにおけるアメリカ軍の存在はドイツ軍の進撃への大きな障害となっていた。そしてこの孤独な戦いは他の地域で戦っている連合軍の士気を高めた。バストーニュに通じている7本の道は12月21日正午までにはドイツ軍に寸断された。そしてアメリカ軍はドイツ軍に囲まれていることを認めざるを得なかった。アメリカ軍は数に圧倒された上に 冬装備、弾薬、食料、医療品そしてリーダーシップが不足していた。何年に一度かの最悪な冬の天気のために空軍は装備の空中投下もできず空軍の支援攻撃の力も借りることができなかった。第4機構師団の第37機構大隊が戦闘になった第3軍の救援部隊はクリスマスの翌日にドイツ軍を撃破。 第326公兵隊のとにたどり着いた。第101空挺師団の補給船と他の部隊との接触は12月27日に回復、負傷者は後方へ輸送された。第101空挺師団師団長テイラーは、第4機構師団とともにバス投入へ到着、指揮を取ることとなった。包囲が終了したことにより、第101空挺師団は休めると考えていたが、 再び攻撃命令が入った。第506パラシュート連隊は1945年1月9日に、ルコーニュ10日に、ボアジャックを13日には包囲をそれぞれ占領した。第327グライダー連隊は、バストーニュ北東のブルシへ1月13日、向かい、ドイツ軍の頑強な抵抗に出くわした。第506パラシュート連隊は1月14日にの、ビルを、翌日には、 ラシャンプをそれぞれ取り戻した。第502パラシュート連隊は、第327グライダー連隊を支援、1月17日、ブルシを占領し、バストーニュに、第101空挺師団が到着した日の防衛戦まで、ドイツ軍を押し戻した。その翌日、第101空挺師団は後方へ移動した。戦いで引用される言葉は、第101空挺師団師団長代理。 アンソニー・マコーリフ准将が放った言葉である。ドイツ大ザルビー装甲軍団司令官リュトビッツがバストーニュを防衛するアメリカ軍に降伏を勧告しているとき、マコーリフはナッツと答えた。戦いの後、新聞はバストーニュで痛めつけられた奴らと師団を紹介した。1949年のハリウッド映画、戦場は第327グライダー連隊の架空チームを 通して、第101空挺師団のバストーニュの戦いを描いた。また、ドラマ、バンド・オブ・ブラザースにおいて、第6話、ベストニアにおいてもバストーニュの戦いが描かれている。ありがとうございます。